はい、今日はですね、横山ギターズの最新作をご紹介したいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、このバッカンサイドの材料なんですけど、なんか珍しいですね。ちょっとこれいろいろ訳がありまして、今回桜の材料を初めて横山忠氏に制作していただいたというか、彼が率先して率先したわけですね。はい、やった材料でございます。はい、この桜材がですね、ちょっと変わってまして、普通桜材っていうと今山桜が多分多いと思うんですけど、はい、ですね。はい、今回使ってるこのバッカンサイドの材料がですね、桜でもソメイヨシノを使っているんですね。皆さんご存知の、はい、桜といえばソメイヨシノという、こう咲いたら綺麗ですけど、なかなかギターの材料にはこう使うことがないんですけども。そうですね、あんまり聞かないですね。で、今回でなぜゆえにソメイヨシノを使ったかというとですね、はい、横浜市がかつて通っていた小学校の改修工事がありまして。何十年前ですかね、通ってたのは。かなり、はい、60年弱前だと思いますけど、はい、そうですね、はい、その通ってた小学校の桜を分け合って伐採しなければならないと。それをですね、譲り受けて、まあ、せっかくなので楽器にできないかなというところから、桜の材料を用いたギターなりを制作したいという。お、素晴らしいですね。はい、というので実現した、企画なんでございます。なるほど。で、やっぱりなかなかですね、ギターの材料としてもサイズがなかなか大きく取れなかったりとかありまして、はいはい、ギターだけじゃなくてですね、ちょっとウクレレも今回制作していただいてます。それはそれをぜひ。そうですね、ここに、はい、で譲り受けた材料もちょっと限りがありまして、ウクレレの方は限定で12本制作、今一生懸命制作していただいている最中でありますけれども、はい、でギターの方はとりあえず完成品がこちらが1本という形でございます。はい、音の感じは坂本さんどうですかね、ソメイヨシノ初めてなんですけど。そうですね、桜の材使ってるギターってね、他社さんからも結構いろいろ出てますけど、なんか、まあ、ソメイヨシノっていうとなんか身近に感じる桜であって、なんかそういうのも音のイメージっていうのはじゃあどうかっていうとなかなかなかったんですけど、パッと弾いた感じ結構軽やかにですね、乾いた感じの音で、高音域綺麗で、特にまあウクレレとかギターとかですね、すっきりとはしてるんですけども、その何でしょう、乾いた感じがこうきらびやかさと、うん、まあ、うまくこうマッチというかですね、きらびやかさの方にこうつながってるような気がしまして、レスポンス良くて非常に弾きやすい、はい、出音になってると思いますね。はい、パッと弾いた感じやっぱちょっとこう程よい硬さがありつつも、ありますね、軽快な感じでなるなという印象でございます。はい、特になんかウクレレなんかはね、ボディ小さいですから、でこっちはトップもね全部、うん、桜の使ってますから、余計にそのキャラは出てると思いますね。はい、で木目も結構独特ですよね。そうですね、結構こう流れてるとかしっかりこう木目出てるんですけど、まあギターの方見て非常にですね、なんかこっちはちょっと大人しめな感じの、はい、大人しめですけども、やっぱりこう雰囲気はでもある、はい、縦 の、 黒い線とこのちょっとコントラスト結構出ててですね、美しい木をしてると思いますね。これサイドなんかすごいですよね、なかなか。でこの埋め込みのロゼッタの部分とかヘッドの天神板も今回はギターの方は桜材を使ってまして、ウクレレは、基本的にはネックがマホガニー以外は桜の材料で、シバンブリッジもみんなそうですね、はい、桜の材料で仕上げてますよ。正面から見ると全部桜っていう感じの、はい、仕上がりになってますね。ちょっとポロポロ坂本さん音鳴らしてみて、ちょっと一回チューニングして、はい、音の感じをちょっと、最初は上がったばっかりの時はちょっと硬いかなとか思ったんですけど、やっぱりこれ出来上がってからちょうど1ヶ月ぐらいですか、サンプルの1本なんですけど、そうですね、音もだいぶ何ですか、軽快にパッと出るようになったので、非常にこう心地よいサウンドのウクレレの音だなという。そうですよね、コアとかマホガニーとかちょっとこう違う感じがするので、こうついついこう手に取って弾いてしまう感じがあるんで、まあ育成されてる感じもあるんですけれども、これもはい、非常にいいんじゃないかなと思いま
ますね。で、はい、ウクレレの方は今横山市が制作してまして、まあ、あの年内に入荷があると思うので、もしまあ気になる方はちょっとあの店頭でお試しいただきつつ、ね、またお問い合わせ等もいただければなと思います。でギターはまたあの改めてね、ちょっと音は別で取らせていただきますので、はい、ぜひあの桜のソメイヨシノの音はこんな音がするぞっていうのを皆さん、そうです、ね、はい、楽しみにしていただければなと思います。ちょっとストーリーがあるというかね、その小学校の桜っていうのも含めてですね、横山市の人柄もここに一緒に、あの作り込まれてるという、そんななかなかねこういう機会もないんで、そうですよね、なんか小学校のその桜をっていうところはなかなかないと思うんですよね。普通に言うとソメイヨシノって多分切ったら怒られますよね。はい、そうだと思われます、はい、まあ、あのもうやむなしということで、はい、今回あの事情があってあの使える材料なので、まあ非常にスペシャルな内容なんじゃないかなと思います。そうですね、はい、あの長い年にわたってですね、子どもたちの成長を見守ってきた桜が今そういうことです、そういうことです、本当にそういうことです、楽器になりましたので、はい、もうこれはもう本当にぜひぜひという形で、はい、店頭でぜひお試しいただければと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。